疲労困憊だ。やばい。おそらく。はい、ご飯食い終わったんですけど、やばい。本当にやばい。昨日背中のトレーニングを夕方に終えて、朝の3時半に立て続けに足のトレーニングに行って、体のダメージが本当にひどいです。頑張ろう。ガソリンがなーい。やばい、今日の飯。ご飯に味噌汁、牛肉、岩塩、ブラックペッパー、コーヒー牛乳。こりゃやばい。はい、結局飲み来ちゃったんですけど、今日はですね、始発で帰ります。もうほぼ終電できたんで、まあ、4時間ぐらい飲めればなと思います。今日は健全に帰ります。遅いよ。おお逆になんじゃあジムほらね、ちゃんと始発ではないけどちゃんと朝に帰ったでしょ。偉いでしょ、俺偉いでしょ、褒めて。じゃあ偉いでしょ、ちゃんと俺ちゃんと朝に帰ってるから、じゃあ明日も仕事頑張るか。ああ、懐かしい。あ、虹じゃん。やば。虹じゃん。これは運命だな。俺のアナザースカイ。西新宿。すっかり寝過ごしました。こういう日もあるよね。はい、ということでお疲れ様でした。ほぼ終電でね、まあ2丁目に行って、始発で帰るっていう目標あったけど、1時間ぐらい、まあ遅れちゃったんだけど、この時間に帰ってこいってね、言えないんじゃないかなと思います。はい、まあ自分でね、目標立てておいて、こんなこと言うのもあれだけどね、まあ案の定寝過ごしました。まあ起きたらね、まあ次、湘南台まで行っちゃったんだけど、まあこういう日もあるよね。朝ね、すごくいい景色見れたんで、まあ俺のアナザースカイ、西新宿ね、ちょっと待ち受けにして、これから頑張っていこうと思います。こういう日もあるよ。で、今日はですね、夕方18時に潮入り、久々に行って、ゴミ袋先輩と会ってきます。はい、そんでまあちょっと動画撮ったり、まあ、お話ししたりしてきますんで、はい、今日も一日頑張っていきましょう。じゃあおやすみ。おそらファンです。すっかり遅くなっちゃったけど、これがねダルビッシュさんからいただいた肉なんだけど、これで最後です。15キロぐらい今までたくさんあったけど美味しくいただきました。ありがとうございました。あと味噌汁と、まあ、昨日の残飯ですね。はい、まだねちょっと頭ぼーっとするんだけど、これから横須賀行ってゴミ袋先輩とね会ってきます。いやー、朝帰ってきて横須賀はきついね。まあ頑張ります。ライブベイベー。駅に到着してから早35分、まだゴミ袋先輩は来ません。眠くなってきちゃったな。何してんのかな。やっと来たよ、やっと来たよ、本当によ。先輩だわ。やっと来たや。俺お前の先輩だわ。二個上だわ。ずっとこの硬いこの鉄のパイプの上に40分間座ってましたよ。まあもういいじゃん。どうしたんすか今日は。照明なんか気にすんな、お前こんな描写で。どうしたんすか。どうしたんすかじゃねえ、仕事だよ。もう遅刻。いやいや。もうよくない？いや、ターゲティングのこと考えてるんですか。え？え、ダオリングのやめで、ね、何ターゲティング、普段ターゲティングのことちゃんと考えてるんですか。そしたらそんなこと普段こんなん起きなかったと思うんですけど。遅刻するっていうこと。そうです。どこに紐づくのそのターゲティング。例えば例えば美容院ですよ。美容院、例えばいつもゴミ袋先輩切ってる美容院、ターゲティング何ですか。何がターゲットなんですか。いや、まあリピーターになりそうな人たちだよね。ハゲてる人だったらやっぱリピートしないだろうから。まあ、でかつ金持ちで、パーマとか当てたいとか、カットだけじゃないカラーとかね、集めてなんかそういうのがしそうな人とかがやっぱり一番美容室にとって美味しいんじゃないかな。それアホなのよそれアホなのよ。何させたいって、まずモテたいとか、うん、モテたいとか、その女性とか20代とかそんな関係ないのよインスタ映えさせたいと か、 だから病院にはちゃんとそういうフォトスタジオとかつけるべきなのよ。要所要所、まあ、なんかおばばみたいになってるの。わかります。わかんねえかす、うん、頑張れ悪かったよ。一緒じゃ。
はぁ、お疲れした今日も。もしもし。どこ見てんすか？あ、その方向へ向いてんすか？その目線は一体どこに、どこ向いてるんだろうな。正面向いてんすね。もしもし。ちょっと、これはね、メントスコーラしましょうより、メントスコーラしましょうより迷惑だわ、これ。そうですか。こんなに、なあ、照明気にすんな、お前。はい、おい。なじゃあ、お疲れさし。なはい。普通にアップにすりゃいいだろうよ、スマホの方で、お前。物理的にアップにしてどうすんだよ、お前。こんなの。画面汚れるんで消しますね。ふざけんな、お前。人の気持ち考えろ、お前。はい、トレーニングがね、終わって、まあ、シャワーも浴びて、今ご飯なんですけど、まあ、特にね、まあ、ジムで、ま、なんか動画撮れたわけじゃないんですけど、なんか動画撮らせてもらえなかった。映りたくないって言われてね。残念だ。パスタ 200g。これはミートソースですね。で、味噌汁とコーヒー牛乳と、ゆで卵。まあ、5、6個食います。もっと食おうかな。うん、こんな感じですね。はい、ということでお疲れ様でした。今日はね、朝帰りしてきたんだよね。で、まあ、湘南台までね、過ごしちゃって、まあ、朝の7時半に帰ってきたと。そっから、まあ、3時ぐらいまで寝ちゃったんだけど、もうね、今日全然描写取れてないですね。ごめんなさい。でもね、明日は超忙しいから、ほんと。もう、今から4時間寝れない、4時間ぐらいかな。寝て、11時にね、ちょっと細井くんと、また YouTube 動画撮ってきます。で、また、今度は、それを14時まで終わらせて、今度は15時に、また横浜の、まあ、小金町のゴートジムで撮影2本撮ってきます。いやー超ハードスケジュールだね。もうちょっと早く寝れたらいいかったと思うんだけど、明日は本当大変だから頑張っていこう。じゃあね、これで終わっちゃっていいのかな。今日10カットぐらいしか撮ってないんだけど、ごめんなさい。おやすみ。ほら、おい。じゃあね、飯食い終わったんで、これから細井くんとね、YouTube と動画撮ってきます。遅刻なんですけどね。はい、ということでね、今日も細井くんの YouTube 動画撮っていました。今日もお疲れ様。じゃあだけよ、さっきね YouTube の撮影が帰ってきたんですけど、もう今日めっちゃ忙しくてバナナ食ったらまたYouTube 撮影で、今度は、館内の方小金町ですね、行きます。ルーティン動画入れちゃおう。そうそう、こんな感じで。はい、ということでね、今日は長い撮影でだったんですけど、女子相撲最強の力士マコデラックス山さんと YouTube 動画撮っていました。今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあジム行く。トレーニング前のご飯です。もう今日の稼働率がやばすぎて、もうヘトヘトで寝ちゃいました。1時間うつ伏せで、もう疲れた。美味しそうだ。あー疲れた。今日の稼働率マジやばい。俺めっちゃ今日やってるよ。めちゃくちゃ今日動画撮ってるわ。もうマジ今日疲れた。じゃあジム行く。はい、ということでお疲れ様でした。今日はねさすがにきついね。トレーニング最後長居しちゃったけど、帰ってきたのが3時でしょ。昨日は昼間からずっとね外に出てて、企画3本も撮っちゃいました。いやーでも素晴らしい稼働率だけどね、やっぱりこりゃきついわ体いやーでも昨日は本当に充実してた一日でしたね。マコデラックス山さんコラボありがとうございました。で帰ってきてからというものですね、ご飯を食べる体力というか眠くてしょうがなくて、パスタ食ったんだけど、肉とか卵はねちょっと食う元気がなくて、プロテインで済ましちゃいました。プロテインもね飲まないよりかは全然いいと思うから、もう眠くてもうしょうがないよね。ということでね、今日はね特に外出る用事はないのかな。でも早く起きてねちょっとやることあるんで、寝すぎないようにします。ということでね、じゃあ今日はこれで寝ます。おやすみなさい。
はいっす。